皆さんこんにちは。ここからは GGC シーズン3開幕戦。まもなくスタートします。2021 GGC シーズン3サンパウロ 150km レース、ファイナルまもなくスタートしていきます。さあ今回ですね、ドレミ選手が開催の関係使用できないということなので、12台の予選、決勝となります。さあ動けるかどうか。ゆっくりとですね、隊列がスタートしていきますか。 GT300 クラス全7台が今動き出しました。さあ予選のねスターティングリッドをまずは紹介していきたいと思います。スタカーナンバー20チームビアンキー with メンタイ NSGT20 号車ユニオンク。フロントローに並びましたのは907号車MLZ レーシングの、ナオワールドということになります。カーナンバー38ジェントセルモスープラモトリープ T2 列目にアレックス、スープラ、それからレクサスの RCF が並びます。4番手スタートはフランカズ、ザーレンキーパーラフィカ RCF になります。カーナンバー78ナンバーレーシング NSX ナンバー NSX GT ナンバー NSX コンセプト GT ドンテツになります。 GT300 クラスカーナンバー61番スバル R&D スポーツダブルアレックスジャフ GT パルス2番手スタート。ジャフ GT に割って入ったのはカーナンバー24番 HP ポルシェ911西、カーナンバー62番ハヤテミラー62号車のスバル R&D スポーツかけるアイマスです。それからエールストライク AMGGT3 セーデ、カーナンバー96 K チューンズ RCF シリタ、カーナンバー52番埼玉トヨペットグリーンブレイブスープラ野口、カーナンバー50アルナージュ MG 杉になります。さあ今回スタート位置がですね、コントロールライン手前のこのピットロードからコントロールラインということになります。さあここら辺からもうスタートしていいということになります。 2021GGC 開幕戦サンパウロ 150km 今スタートが切られました。さあ GT グレクラス20号車を先頭に今スタート。さあ2番手には907号車、さあ順位通りにスタートしていきました。 GT グレクラス混乱はありませんでした。さあ300クラスも今スタート。ああジャフ DT ダブル RX ジャフ DT の加速がいいか。さあ2番手 HP モーターズ、HP ポルシェとダブル RX 前でた早手ミラー前、そしてその後ろでは K チューンズが前か。 K チューンズの後ろでは、野口とエールストレイクが並んでいるが、エールストレイク交代。さあ MG 同士サイドバイサイドになる。50号車と105号車、さあサイドバイサイドで次の4コーナー、ここは杉引きました。エールストライク、いやまだ並ぶか。ここでネジ飛んでくる。50号車アルナージュ、ここでアルナージュが前出る。アルナージュ前、さあトップ変わらず2番手入れ替わった。ゼントになった。ゼントになりました。元 GT が2番手、3番手にナオワールド、4番手にフランカズ、5番手にドンテツ。さあフランカズがですねナオワールドに追いついています。さあこの2番手から後方
これが結構接近戦となっています。ドンテツはミディアムタイヤを選択しています。スタートタイヤ、スタートップミニ四駆で逃げております。1秒2の差をつけて、今トップ快走中。2番手元 GT、 さあ2番手争い動きそうだ。いや、その後ろも動きそうだ。さあ4番手争い、フランカド VS もドンテツだ。ドンテツが前に出るか。アウターから NSX 前に出る。さあそして GT300 クラス1、2、ジャフ GT、 2番、3番手に HP ポルシェ、4番手にさあワザーシャーシが上がってきた。52号車 GR スープラ。さあその後ろシリタと杉井、3番サイドバイサイドになったホームスレート、アルナーゼと、さあ K チューン、どっちが前に出るんだ。杉が前に出るのか、杉が前に出るか。まだ並んでいる。2コーナーでは K チューンズ前、 K チューンズ前、しかしバックスレート、バックスレート入っていく。さあどうだ、並んでいくサイドバイサイド、エグゼ、アルナーゼと K チューンズ。さあこの4コーナー飛び込みどうだ、止まれるか。ここは K チューンズ守っていく。さあその前のですね、グリーンブレイブの GR スープラもこれはこれに追いついていますね。 K チューンズ追いついています。さあトップ争い GT 上クラス、さあ2番手争いが白熱しておりますが、元 GT、 それからナオワールド907号車が前との差、コンマ4秒差です。もしかしたらこれ燃料をですね、温存している可能性があります。さあドンテツこれに張り付いていきたいところですけども、さあどうか。さあ追いついてきたゼント、ゼントが追いついた。さあブレーキング勝負、仕掛けた仕掛けた、トップ争い動いた。さあミニ四駆、さあ今回エンジンダメージというものがあります。エンジンダメージを食らうと次戦からマイナスパワー 1% になります。マイナスパワーになりますので、あまりエンジンダメージ過度な接触入りたくないところだ。残り8号線が入ってきた。4コーナー前に出る。しかしブレーキング突っ込みすぎた。クロスに取られていく。20号車が前、300クラス連なっていきます。さあ61号車、62号車、これはチーム同士のですかね。はい、さあそれから野口と知りた。さあこちらこの3台も面白そう。4番手争い、さあ野口知りた次、さあサイドバイサイド、マザーシャーシの弱点ストレート、どうだ。マザーシャーシのストレート伸びていかないが、コーナーは早い。さあそのインガーからアルナージが前に出るか。5コーナー、さあその次6コーナー、ノーマゼのストレート、短いストレートでアルナージ前、次がこれ前に出ていきました。新型 MG、 いやーもう一回行くか、もう一回行く、もう一回行く。 K チューンズがもう一回行きますが、ここはいけない。ナイトシリーズとても白熱したバトルになっている。さあどうだ。さあ500クラスに目を移してまいりましょう。さあこちらはですね、ちょっとばらけた感じになりましたか。ナオワールドが元 GT との差を、まあ、コンマ5秒あたりですね、そのぐらいの差でやり合っています。さあ GT300 クラスの2番手争いになりましたね。ハヤテミラー VS 日清 HP ポルシェ。さあどうだ、ストレート勝負ではおそらくポルシェの方が勝る。ジャフ GT よりかポルシェの FIA GT3 が勝る。さあ野口と杉が並んだ。あーそれから、あっとこの漁夫乗りをついて K チューンズ来た。さあ K チューンとサイドバイサイドになったアルナージュ、その後ろからエールストレーク MG セーデーが来た。さあマザーシャーシーペースが上がらない野口。さあブレーキング勝負、軽いスープラの方がやはりここはブレーキング勝ります。さあエールストライク、ここは4台の対立となった。さあグリーンブレイブスープラ、これはもうスープラのドライビング教室と言っても過言ではないか。さあインガーついたか、インガーついた。 K チェンズ、さあブレーキング入ってきた。第1ハピに入る、第1ハピに入る、並んだサイドバイサイド。しかしここのインフィールドセクションは、GR スープラのマザーシャーシが速い。お危ない、あー入った、入ったか、今入ったか。ゲーチューン並んだか、並んだか、200パーいけない。いやー仕掛けに行く。ここ最終コーナー、最終コーナー来た、並んだ並んだ。アウト側に作れるのはグリーンブレイブ。
その後ろからダージュ、上り坂は苦しい、苦しい、マザーシャーシ苦しい、アルナージュ来た、アルナージュ来た、スリーワイド、スリーワイドになった、スリーワイドになった、もしかしたらフォーワイドになるのか、フォーワイド、フォーワイドになった、さあ1コーナーになる、お1コーナーにかけてどうなるか、これは杉構えか、いや、ケイチューンズ、ケイチューンズ、ケイチューンズがこの集団の前でやった、4番手、さあ CT300 クラスのトップ争いはまだ動きはありませんか。 HP ポルシェが2番手のハヤテミラーとの差が近いですが、ここはまだ仕掛けに行きません。さあトップ争い、 GT500 クラストップ争いはコンマ5秒以内の差になっている。さあファーストストラップ1分23秒881、さあテントが取っている。さあセリフセリフが外れてきた、1コーナー勝負、ブレーキング勝負、これは勝ったか、クロスライン取っていく、ニュービアンキュイズメンタイ NSXGT。 さあミニ四駆取っていくか、さあこの3コーナー、さあ次4コーナーにかけるブレーキング勝負、ストレート2プラ伸びていく、ストレートは2プラ伸びていく、ブレーキング勝負どうだ、ブレーキングは GR スープラ競り勝った、競り勝った、ここで GR スープラ前、いやしかし NSX もまだ負けていないか、コーナリングセクションのこの NSX、 あーっと見せてしまった、インナー分け渡してしまった。さあこれで2番、20号車が前に出る、20号車がまた再びトップ、2番手にまた交代、ゼントセルも2プラ、そしてどうでしょうか、うん、HNZ レーシングですね、失礼しました、ごめんなさい、名前間違えてしまいました。さあドンテツもね後ろから来ています、あのタイヤで、さあどうだ、突破の最近 T3 目からさーっと膨らんだ、膨らんだパルト、ハヤテミラー膨らんだ、3コーナー膨らみました。さあそしてシリタとこの2台はまだやり合っている、先ほどの3ワイドがすごすぎてこの2台の間隔が離れていきます。さあどうだ、シリタが前に出るか、シリタが前、4コーナー曲がってシリタ前、あーっと危ない、スピンしかかるところが、ここは抑えました、うまく抑えました。さあ61号車がどうだ、さあ残りレース5分の1ありますね。さあ61号車がどうか、これ抑えてますよね完全に。さあ62号車が行きたそうですね、これチーム同士かもしれません、チーム同士なのかチーム同士なのかチーム同士じゃないのかはっきりしないこの2台なんですけども、まあ、カーリングシューズかチームメイトですかね、はい。さあスバル同士の中にですねポルシェ、 HP ポルシェが入ろうとしております。さあ面白くなってきた、しかし GT500 はこれは変わらずですね、 NSX 燃費ですね本当に。あー燃料持ってんのは QT ですね。さあタイヤ見ていきますと、トップスリーブリジストンですね。いやーこれはどうなるんでしょう、いつピットに入るのか、まあ2ピットかなと思うんですけど私は。ただピットが長くなった頃に1718で1ピットというのも考えられなくはありませんが、さあ2番手争い動きそうだ、アードアから来た、アウトから来ました。さあどうだ、 HNZ レーシング GTR、 それからゼントセルも2プラ、 GR スープラ、さあこのインフィールドセクションどっちが勝つのか、どうかどうか、これはイン側取った、 HNZ レーシング GTR が前、907号車前出る、さあパルスは後ろとの差コンマ8秒、タイヤを酷使していますね、歩行者の方がタイヤ持ちいいんでしょうか。さあどうか、1コーナーここは仕掛けに行きません、この2台まだやり合っています。その後ろがエールストライクが来ました、エールストライクもいいですね、
ただタイヤがちょっとこぼしちゃってると思います。まあここら辺はまあさすがやっぱ AGDC ですけども、さあどうだ、2番手争い動きそうだ。さあサイドバイサイドになるのか。ここは見せただけ、インガーに見せただけ。907号車38号車さあどうだ、コンマ3秒差、コンマ2秒差、一気に近づいてきた。さあ3コーナー立ち上がってこのバックストレート、さあコンマ1秒の差になった。スリップストリームから外れてインガーに来てきた。前頭ストレートの伸びはいい。 GR スープラ、ここで GR スープラ前か。いやクロスライン取って907号車が取っていく。どうだ、この小さなストレートでどっちが前に出るか。ここは一旦ひともと GT、そしてその後ろがドンテツも来ている。これミディアムということはこれワンピットを狙っているわけですよね。さあ前には300クラスがいますね。さあエールストレクの前にアルナージュがいます。さあ GT5 クラスのとのね混戦も始まりました。おっと、さあなんとこれ HP ポルシェが前に出た。さあサイドバイサイドになった JAF GT VS FIA GT3。 これは前に出たのは HP ポルシェ、24号車が前です。ここへ来てミシュランタイヤいい感じになってきました。あー9番手争い白熱している。さあこの3台にですね GT が行くの。おお K チェンズ入った、 K チェンズ入った。その間にトップ争い動く、トップ争い動く。なんと GT がクラスのトップ争い、ここ塞がれた、ライン塞がれた。907号車うわーこれは危ないか、危ないか、これは SC オブゲインとなる。おおこの間にさあーっと907号車が前に出る、907号車が前に出た。907号車やしてやったり、そして38号車がチャンスと見て、あーと当たっている当たっている。さあ GT300 クラスを使っていく、 GT300 を使ってここで前に出た元 GT、 これはうまいオーバーティーク、これは面白い。そしてドンテツ来た、ドンテツも来た。さあスリップスリムに入っていている、どうだ、おーっとさあ300開けたところ。さあダランドサイドバイサイドドンテツ来た、ドンテツアートワーから NHX 同士、 NHX 同士ダンロップ VSBS の戦いになりますが、ここは無理かー、いけないいけない、惜しかったですけどね。さあパルストップ2番手に西、3番手に早手ミラー。さあ杉聖で知りた500の混乱でよく分かんなくなりました。さあ2番手争いまた動きそうだ、ゼント VS ビアンキ、水面対 NSX、 これミディアムで得をしたのはドンテツですね。あっとなんとこれフロントカナードにダメージを負っているのは907号車。さあそしてインガー入ったか、ちょっとカナドにダメージを負っていますね、907号車。これ他車に当たりましたよね。いやーこれはさあ300を使っていく、300を使っていく。さあこれ加速が鈍ったところ、ドンテツが仕掛けに行く。ここ2番手争いとなりました。おお、そこ入ってきますね。おいいところ。わあ、これ元 GT、これは失敗したか、今の譲り方。さあ、どうだ、ドンテツが来た、ドンテツも来た。ここに来て、やっと固めのタイヤ発動。そして、フランカズ、いや、野口ピットイン、野口ピットインです。それから、フランカズピットインです。こちらは2ピット組です。長いですね、ピット。アップデートで長くなりました、このピットロード。
ミテラゴスはそもそも長いんですけどね。これはロスですね。エンジンは食らってないのでマイナス1パートはなりませんが、ここまで下がりました。もうほぼほぼ一周差。さあ2番手争いどうだ、入れ替わりそうか。ピッと入ります、ピッと入ります、ピッと入ります。3台ピッと入った。ドンテッドまだピッと入らない。これはワンピットですね。ワンピット狙いますよね。これはソフト、ソフトでつなげるのか、そのままソフトで全部走るのか、私はどちらか分かりません。おー、ハヤテミラー危なかった。さあちょっと各車開けた形になりました。さあどうだ、一番早く出たのはこの車、38号車ナオワールド。その後ダメージ修復長かった。さあドンテッツがここでトップ、24度ですからね。ワンピット正解だと思います。彼らもう一回ピット入りますよね。さあ GGC レース3分の1を迎えております。GDC 開幕戦サンパウロ 150km レース、今現在周回数13周目になっています。トップはミディアムで走り続けていますドンテツです。2番手にはミニ四駆、そして3番手には、モト GT、 4番手にはナオワールド、5番手にはフランカズといったこのレディオエクトップ5となっています。300クラスはまだ誰もピット入っておらず、あ、野口はピット入りましたかね。はい。トップ集団はまだピット入っておらず、パレス、それから、西、ハヤテ、杉、それからシリタはまだピット入っていません。さあ、セーデーが今ピット入りました。長いですよね、ピットロールね。危ない危ない。今 HP あるのかそうですね。さあ、こっから、またわからない展開となりますか。残り20周、まもなくレースも半分を迎えます。いや結構すごい、いやーほんと短いですね。150キロ、今シーズンですね、全線150キロのレースとなっています。そして今年有効ポイント制ということで、
上位4戦プラス最終戦の結果ということになります。さあ、セーデーと野口サイドバイサイド。ああ、野口アンダーカット成功。これワンピットですよね、おそらく。20周ぐらいまで引っ張れたらもう最高ですけど、セーフティーカーが出れば水の泡です。ただもうそろそろ崖かな。ミディアムもきついよね。21秒6。うん、これソフト履いてもいいですかね。動きありそうじゃないですか。残100プラス 1秒5、少し縮まってきました。西のタイヤの使い方がうまいですね。さあ、トップはまだ走り続けています。さあ、レース3分を迎えました。レース3分です。これはミニ四駆プルプッシュしないともうトップになるのは厳しいですね。さあ、38号車、これもフルプッシュしないとなりません。ピット入りますかね。偶然まだピット入らない、入らないですね。いや、皆さんワンピットですね。500のこの4台は失敗したかなという感じではあります。燃料的には走りきれないことはないですが、24秒ですとナオワールドの後ろか前かギリギリのところです。さあ、レース開始は18周目に入ろうとしていますが、パルスと西はこの位置関係、1秒6です。さあ、トップドンプツ少し厳しくなってきましたね、タイムにも。この周別にピット入ってもいいですけど、ちょっと厳しいですよね。ソフトで残り16周、いや17周、あと2周ぐらい引っ張りたいんですけどもね。さあ、ミニ四駆1分22秒679というパスドロップを残しています。もうパルスは我慢できなくなったか。ここでピットイン。残りをソフトで走るかミディアムで走るか。ミディアムの方が長距離走りやすいんですけども、タイマーは落ちてしまいます。ただソフトはプッシュしやすいタイヤでありますが、長持ちはしません。さあ、杉もピットありました。アルナジュチーターまだピット入りません。さあ、16番、ソフトです。ソフトの新品。さあ、アルナジュはもう限界ですね。今ストレート、野口は今ストレート、いや、やはり技足らしいですけど、もう一回ピットにないとこれ足りないですね。さあ、次ピットアウト、ピットアウト。さあ、どうか、どこで出てくる。エールストライクと並ぶぐらいですか。ああ、エールストライク前。11位、総合11位、105号車が6番手、7番手にアルナジュとなります。
さあトップドンテツまだピットに入りません。もうちょっとで、ああさあ西がピット、さあ今ピットに入ってきた HP ポルシェ。そしてシリダもピットインです。さあピット長い、さあ24号車ピットアウ、ピットイン。さあパルスがもう来た、パルス早い。63%、燃料 63%、 これギリ前出れるかどうなのか、これギリギリ前に出るか、あー後ろだ、後ろに出た。さあドンテツがピットインだ。さあジジウクトップがピットイン。これで暫定トップに20号車が前に出る。44%結構持ってますよね。さあピット入って78号車ナンバー NSX コンセプト GT。 さあダンロップタイヤの力、さあソフトタイヤに変えて 71% の燃料パーセンテージ。帰ってきて何秒かって感じですけど、トップとの差19秒5、5秒ほどのビハインドがありますね。ただこの人たちは体当たれてくると思うので、おそらくこのナオワールドの前で出られると思います。さあアルナージと、さあハヤテミラーピットインです。暫定トップだったハヤテミラートップがピットに入りました。おそらくこれは西の後ろですね。ちょっとテント苦しいですね。 HNZ レーシングに追いつかれそうです。2秒8。さあミニ四駆はプッシュ時計、プッシュ時、残り14周になります。さあレースは現在19周目になっています。2021GGC、開幕戦サンパウロ 150km レースの模様をお届けしています。
さあ今現在ですね、周回数は20周目となっています。さあここの争いが白熱しているか。さあ元 GT がピットインですね今。さあこちら AMD 同士サイドバイサイドか。さあドンテツがどれぐらい速いかですね。さあこれ圧倒的に元 GT の前ですよね。残り12周、残り12周ミニ四駆これでいったらそこなんですよ。あ、燃料足りないですね。さあ、ニシとパルスの差4秒4。さあ、そしてフランカーズピットインです。さあ、こちら白熱している。次、VS セーデ VS シリタ。さあトップミニ四駆はピットインはまだ入りません。え、あここまで下がりますか。これはどんてつすごい。さあワンピット正解なのか。さあナオワールドピットイン、もうストレート通過。ピットインです。これどうですかね。どんどん何秒後ろ。さあ元 GT と並ぶぐらいだ。さあどっちが前か。あーナオワールド前、ナオワールドはここで前。18秒後方ということはこの車もドンテツの8秒後ろになるってことですね。最低でも。300クラスは4秒に少し縮まったか。 HP ポルシェ。さあこちら、何番手争いですか。あ5番手争い、ポイント圏内か、ポイント圏外かの争いですね。ポイント1ポイントをかけた争いです。あでもこちら1秒開けましたね差がね。タイムラストラップ1分22秒880、ラストラップ1分23秒376。300クラスはさほど変わらないですね。トップ2。さあ残り10周、10ラップトゥーゴー、10ラップストゥーゴーになります。入りますか。入れないですよね。入りますね。入りました。タイヤ変えて燃料少し大丈夫と思います。来たか、ここで来た。見えましたけれどもとても前にいますね。
3送り球種守りきれるか、ドンテツ。さあタイム差6秒4、1周1秒詰めれば残り4周くらいで抜けるということになります。さあ表彰台争いもね、こちら白熱していますね。ナオワールド、モト GT。 さあトップ2がホンダ。さあもう1秒縮まった、5秒3。ドンテツ守りきれるかどうか。うわー、1周2秒きた、1周2秒速いペースできた。これ足りますかね。あ、足りますね、足ります、足ります。さあこれ詰まった。これは詰まったな、ワールド。後ろから元 GT。 あー失敗した。これで3番手争い一気に詰まっていく。さあ現在27周目。さあレースは現在28周目、トップ2台は2秒2、一気に迫ってきた。ミニ四駆どう仕掛けるのか。あっとごめんなさい、あ、杉が、アルナージュレーションに落ちてしまいました。あー、レース続行いたします。さあもう間もなく2秒切ってくる。さあ1秒8、これは厳しい。さあトップ2台が縮まってきました。ほんま7秒差。
トップ争い動きありそうだ。コンマ6秒差。スリップスリムの圏内にはついている。来た。スリップスリム強くなってきた。ここは仕掛けられない。残り5周。さあ開幕戦のバトル、あーっと25車、危なかった危なかった。さあドンテツがここは守っていく。3コーナー守っていきます。アウト側に振ってくる NSX 同士、サイドバイサイド、どうだ。アウト側から、あークロスライン取られた。25車前、20号車これで前、2ピット作戦成功。さあ西とパルスの差、こちら4秒4です。縮まらず広がらずこの差です。ただ燃料が分かりません。感覚が各社ね開いているので分かりません。さあ20号車これはしてやったり、もう後ろとの差1秒4。さあ4秒3ですね。さあ3秒9ですね。4秒切ってきました。さあトップ争い3秒7、近いですよね。結構近づいてません？これすごい近い。残り4周。さあ3秒6ですね。おーっとここで実行っていうのは K チューンズですね。 K チューンズがスピンしていました。開けてきた中ですけども、この HP ポルシェとこのスバルはまだ分かりません。
まだ4秒差。燃料も残り2周、3周足りるか分かりません。さあ残り、自流クラスの残り2周になりますか。残り2周。おー危ない。さあこれは残り2周かな、2周か1周か、ここですもんね、500ね。さあ2周パルス、燃料足りるか合戦、残り1周ですよね、この人たち。さあポルシェ、この2周はフルプッシュ。3秒7、突破今ここですね。抜かされるか抜かされないかギリギリのところです。抜かされますね、これは。あー HP ポルシェもちょっと苦しい。パルス、これは逃げ切ったかな。 GTU300 クラス。いやーこれは、あーでもこれミニオンク来てますね、これ行かせます。ファイナルラップ、さあ最終セクターに入ります。20号車。おっとっとっと。さあこれ両クラスが被りますね、これね。両クラスのトップ。さあダブル RX、 JAFGT 誕生のこの初の年、それから NSX。 さあ両者、さあまず初戦を制したのはミニ四駆、 NSXGT 制しました。そして GT クラス2番手にはナンバ、 NSX コンセプト GT。 3番手は結局は HMZ レーシング GTR、 ナオワールドということになります。そしてパルス、JAF GT 初勝利をもたらしました。2番手には西、追い詰めましたが、ちょっと苦しかったレース展開だったか。62号車が3番手フィニッシュ、1-3が JAF GT。 おっと、ちょっと待ってください。おっと、どうしましたかこれ。さあシリタがこれは4番手フィニッシュ、そして、野口が5番手フィニッシュ、ポイント圏内です、ここまで。そして、セーデがゴールと。さあ、4位が元 GT、5番手にフランカードという形になりました。それからセーデになります。さあ、最後。最終コーナー立ち上がってきた、エールストライク MG。さあ、150キロ、走り切りました。
皆さんお疲れ様でした。さあ、総合優勝は、ティービアンキー、ウィズ、連帯、NSXGT、25号車ミニオンクとなりました。おめでとうございます。300クラスは、パルスの61号車、スバルアーノルドデスポーツ、WRX、ジャフ GT という形になりました。皆さんお疲れ様でした。さあ、今回、皆さんご視聴ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。さあ、これでね、今回の放送を終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。